はい自由作です工場桃桜ですはい今日も三分なりきるねよろしくお願いしますお願いいたしますじゃあね何を切るか教えてくださいはいなんかすごい罠っぽいんですけれども、うん ピンズの9を切りたいいと思います <laughs> 理由としてはま、えー、ンズが78で2面待ちなのと、うん、ピンズが6が入ることによって、うんえー、55677とすごい強そうな形になるので、うん、それを取っておく。うん、で相図も556と789でなんか一塊。 ずつになっていそうだったので、一番仲間外れっぽいピンツの九を切ることに決めました。はい、ありがとね。じゃあ、解説入ります。はい、えっとね、これ難しいです。はい。でね、えっと、ももさんが九ピン切ってくれるのは全然いいんだよな。うんうんとね。で、まあ、ちょっとね、あの問題難しいんだけど、あの解き方というか、その解き方わかっちゃうと簡単なもんで、ちょっとまあ、ももさんに出したんだけど、えっとね、ここに今ちょっと下に。 上のややつつをを並び替えたやつを出しましまた、はい、えと何を並び替えたかっていうと、うん、ピンズのね567のこの一、まあうん、面図を右側に出したんだわね。はい、そうすると残った形がこんな形になるんだけど、はい、これだと何切るっていう問題なんだけどお、うん、ちなみに分かるかな、うん、これ。えちなみにこれ。 えー、556789分,分かりませんはいええー、とこれね <laughs> 789の3式が見えますああ本ほ、うんとだあ本ほんとだはいはいなので、えー、ここで見ると、はい、ウーピンかローソウを切るといいんだけどさうんはいどっちがいいかな分かるなんか下にいいっぱい なんか下に出てるひょ、うん、なんかあの待ちまひ数が,、はい、数が2個と,として6そうちょっとここカンディングしちゃったみたいになってるけど <laughs> そうそうこれ実はねこの789の3式のるときにこれ6を切るとねこれで8がくれば3式になるし、はい、でまあ6が来てもね今度ピンフになるもんで別にこれでいいんだよね。うん まあ、受け入れ見るとこんな感じなんで、まあ、これね、はいロ、6の想像を切るのが正解となっております。はい、はい。えっ、ー、とね、こっちの問題自体難しいんだよね、これできなくていいんだけど、うん、まあちょっとね、こうやってね、あの一面使って外す方法があるんでね、はい、ここだけ覚えてもらうとね、うん、まあもしこれが外せたらね、これで溶ける可能性がだいぶ高くなるんでね、うん、まあこういうのもちょっと覚えてくださいって感じだね。はい はい、こんな感じでね、またね、チャンネル登録とね、高評価の方よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあ失礼します。失礼します。